行政のデジタル化ということを議論する上でですね、まあ、そういったデジタル化を阻む元凶としてよく言われ、最近知られるようになった言葉が、あのベンダーロックインという言葉かと思います。でこれ大義語は何なんだろうとと考えたきに一、まあ、つの 定義の仕方ですけれども、デジタル行政の内製化ということが、ベンダーロックインの私は対応なのかなというふうに思っていまして、デジタル行政を内製ができる、そういった体制を作らなければいけないんだろうというふうに思っています、そこに欠かせないのはやはり人材ということでありまして、人材活用のあり方についての大臣のご所見をお伺いしたいと思います。平井国務大臣あの委員ご指摘のとおりですね われわれ政府もそうなんですけど、日本のまあ多くの企業も、デジタル人材を内製化してこなかったんですね、まあ、そういうところがやっぱりその、まあ、ベンダーに、言い方悪いですけど、丸投げしてしまうという傾向がやっぱりあったんだと思います、そこであの今回はわれわれ、そういう人材を自前で持とうというふうに考えておりまして、デジタル庁には官民を問わず、 能力の高いその人材に集まってもらう必要がありまして、今までのようにその短期間で人事異動を繰り返す従前の,あの霞が関の人事政策を踏襲するのではなくて、専門的な研修や経験を積んだあの役員の皆さんと優秀な民間技術者による官民が連携した強い組織にしたいというふうに思います。 優秀な民間技術者にデジタル庁で働きたくなる職務内容や組織文化にすることも非常に重要だと思っておりまして、まず、デジタル庁で働くことがキャリアパスの観点からも魅力的になるように、デジタル庁において国や地方の行政情報システムの構築や、医療、教育、防災などを含めた社会全体のデジタル化に向けた重要なプロジェクト を責任を持ってあの推進する、まあ、その機会を提供して、いいいいきたいとういうふうに思いますそして公明党さんのご提言のとおり、えー、リボルビングドアの仕組み作りは重要だと考えておりまして、例えばプロジェクト単位でさまざまな専門技術、知識を持ったチーム編成をする、またはテレワークを柔軟に活用する質務体制を構築する。 兼任副業も広く認めていくなど、働き方や意思決定のプロセスなども含めて、これまでの霞が関の常識にとらわれないワークスタイルや組織文化も検討しております、そして民間の方に目指していただけるような組織を目指したいと思っております以<上>平木大作君。今回、提言を取りまとめるにあたってです、ね、さまざ、あ、まなこの IT 業界の皆さん中心にこうヒアリングを重ねまして、 でやっぱりその業界の皆さんの熱気というのを、まあ、とても強く感じました、でその中でこういくつかお話をいただいたんですが、結構いただいたのが、まあ、今から話す話っていうのは、実はもう平井大臣には直接お願いしてるんですけどということを、何度も実はいろんなところで聞きまして、まあ、大臣にこの現場の声、よく聞いていただいてるなあということを改めて実感いたしました、同時に彼らがよく言っていたのは、この日本のデジタルトランスフォーメーション。 もう手弁当でもいいから手伝いたいとか、ですね自分の会社から人出して、エース出すからというようなことも実はおっしゃっていただいていました、ぜひともですねこういった熱を取り込んでいただいて、またこういう方たちが活躍できる場というのをぜひ作っていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。そして